ですね、はい、ただまあね、1点2点でしょうからね、そうなんです、もうちょっと点を取ってあげればもう絶対勝てるピッチャーです、勝ちがついてるんですけどね、はい、まあ、2勝0敗でもおかしくなかった内容、ただ後半終盤に追いつかれています。陽大館の打球ですが高く上がっているぞ、そのまま入りました。陽大館今シーズンの第1号同点ホームラン、指を1本立ててゆっくりとホームイン、たちまち追いつきました。ファイター、これで10試合連続ヒットが同点のホームラン。いや、高田さん、滞空時間の長いホームランでした、ね、はい、でも本当に初球から、ね、見事なバッティングですよね。1打席目と同じような球じゃないですか、多分スライダーだと思いますけどね。